はい、では新作の、ボナペティジャーナルのボリューム2ですね。姉妹品で前作のあと同様のですねデザインで作っています。前作をですねご覧になってない方に、もういらっしゃると思うので一応ご説明させていただくと、アンティークのねキルト全体のに使いまして、ポケットもねキルトで全部キルトを作ってます。で、こちらが、何ですか、ベリーバンドの部分はヴィンテージのですね、ドイリーを使ってます。で、このね、ボナペティということで、この女の子のね、前作とはまた違うポーズの、お食事中、スープを飲んでるのかの、シーンですね。で、この女の子、今回はね、スプーンを加えてるんですけども、後ろはですね、未使用ですね。で、こちらのね、このベリーバンドの後ろの側には、この挟んでいるものはですね、今回はですね、とてもまた古いね、1884年のね、お手紙ですね。すごく筆記体がまた美しいので、今回こちらをね、選びましたけれども、とてもね、やっぱね、古いだけあって脆いのでですね、相当ここにね、しまっております。またこのね、入れるものによってまたデザインが、とてもね、かっこよくなったり、かわいくなったりとか、イメージが変わるので、お好きなものをね、挟んだり、お気に入りのものをね、ここに飾っていただいたり、写真飾ったりいただいたりとかもしてもかわいいかもしれないです。で、これをですね、ちょっとね、そーっとね、戻させてもらいます。これね、これちょっと、スッとね、結構ね、挟まるとは思うんですけど、こういう感じでね、可愛らしいですね。このアンティークのね、リボンとか、あとはこちらね、大事なこのアンティークのね、スプーンですね。赤ちゃん用か子供用のね、とても軽くてアルミ製でね、美しい質感の、スプーンだったんでね、今回選んでるんですけども、ここにね、アンティークのリボンも、結びつけてますね。で、ここの、クロージャーとなっている部分にね、結びつけてるんで、またこれもね、どっか外して違うところに飾ったりしても可愛いと思います。じゃあね、中をね、またご紹介していきたいと思います。中はですね、ちょっとまた前回とね、また違った個性がありまして、で、またここね、ボナペティというね、ラベルを入れてるんで、ここまた違うフレーズにね、書いていただいても可愛いと思いますね。で、これがね、ゲームカード。今回は、ママが6時に、ディナーを作るっていう可愛らしいね、カードに選んでみました。で、後ろはヴィンテージのね、お手紙をまた入れてまして、こちらもね、まあまあ長いね、2枚ぐらいのお手紙ですね。可愛い。で、これをね、入れてまして、あとはこのね、イタリア料理の本のね、レシピの部分を、また切り抜きをここに飾ってますね。で、こちらのページに入っていきますと、ここにはね、手作りのカードを作ってみました。これがね、単語カードね、キッチンっていう意味のね、まあこれドイツ語で、後ろがね、英語でキッチンって書いてますけど、でね、ここでね、調理中の2人のね、感じの、とても雰囲気のあるカードをね、作ってみました。後ろはこう、ジャーナリングスペースになるような感じでね、可愛く作ってみました。で、後ろはですね、後ろのページは、この女の子がね、お茶をしているシーンのね、このちょっとしたスポットをね、ここを紐でこう結んでるんでね、またこれ外してね、こう、またいろんなものをね、挟み込んでもね、可愛いと思うんですけど、今回ここのね、後ろにはこう、ポケットをね、作ってて、ここにシュガーパケットとかレモン入れて選んでみました。これね、紅茶だけにね、可愛いかなと思って、このね、ちょっとヴィンテージのお花も飾っていますね。で、このカードとか、グリーティングカードとかをこういう感じでね、飾っています。で、こちら側にはね、エフェメラ類ですね。とか、こちら側には、手作りの、封筒のね、中にね、これ見えますかね、小さいね、ティーカードとか、使用済み切手とか、もろもろお楽しみなね、のが入ってますけど、こんなね、また、これ、どんぐりをですね、割って食べようとしているね、リス
とか、あとはミツバチのね、とかね、こういうちょっと動物っぽいものも入ってますね。楽しみにということで、こちらは、手作りのね、またタグをね作ってみました。これがアンティークのクロモスで、後ろにねこのケーキのね背景にしたのはこのねプルーンをね担いでるんでね、このプルーンをどっかに乗せようとしてるという感じの、ね、イメージでね作ってみました。後ろはこのクラッカーのねちょっとページの切り抜きをね飾ってます。可愛いんでね。で、あとはこういう、レシピのね、スープのレシピとか、サラダのレシピとかのページですね、料理の。で、これはね、また作ったカードなんですけど、女の人たちがね、このケーキの品評会的なね、シーンの、ジャーナリングカードをね、作ってみました。で、ここがヴィンテージのシェルボタンをね、綺麗だったんでね、飾ってみまして、こういう感じでね、カトラリーのページの横にあるとすごく素敵だったのでここにしてみました。あとはねこのアンティークヴィンテージかな、この生地のねポケットにゲームカードの男の子がねパンを今回食べてるカードなんですけど、ここにジャムをねジャムの中身は何ですかということで、パイナップルとストロベリーとペアとピーチの単語カードをね作ってみました。後ろには書けるようにね書いてます。で、こういうねまた女の子がねお食事しているこのシーンがあったり、このねメニューを見てるような感じのね感じでレイアウトしてみました。で、これが手作りのね、ジャーナリングタグですね。ちょっと大きめのを作ってみまして、後ろは書けるようにねなってますね。で、コラージュしてたり、このね、帳簿のページがあったり、ちょっとね、もうね、書かれてる感じの面白いページになってますけど、あとはここはまたね、ヴィンテージの1935年のね、2月の日めくりカレンダーを、この女の子のね、ベリーバンドのところにね、飾ってます。猫ちゃんとね、お食事中ですね。で、ここのね、大きい、大容量なね、たくさん入るポケットの中には、こういうね、お食事とか、なんかそういうね、にまつわるようなね、もろもろ、お楽しみに入れています。とか、この辺ね、飾りでこう、ヴィンテージのチケット類をね、飾ったり、ね、ここはこれですか、テーブルにね、こう、スズランを飾ってるイメージでね、花瓶のアンティークポストカードをね、ここに、レイアウトしてみました。で、反対側ですね、女の子のお魚を持ってにっこりしている可愛らしいアンティークのね、ポストカードを飾っています。で、見開きはね、皆さんでね、このディナーを楽しんでいるシーンですね。で、コラージュしてたり、帳簿のページがあったり、ジャーナリングスペースがあったり、ここ広がるページではね、こうカトラリーがあったり、とここはまた手作りのね、ファブリックタグを作ってまして、これのお芋なのかねですかね。これちょっと日本であんまり見ない野菜っぽいんですけど、このね、ビーグルとみんなでね、たくさん掘ったみたいな、そういうシーンですね。のタグを作ってみました。ここにね、飾っています。で、またコラージュしたり、で、ここはね、アンティークのね、大人たちのね、談笑というかね、何ですか？大人たちの、ディナー会食みたいな、かっこいいヴィンテージのお写真ですね。で、ここのね中身にはねこれにね似合うようにねこちらに赤ちゃんのね会食シーンのアンティークのポストカードを選んでみました。結構ね脆いのでねそっとここにしまっています。後ろはねかわいいなんか紫でメッセージが書かれてますけど、赤ちゃんたちがね、シャンパンとかね、何ですか、ディナーですか、こちら、会食してますね。で、まあ、こういうもろもろ小さいね、クロモスとか、こういうものをね、飾ってしまっています。こういう感じでね、リボンで、これ、サリーシルクですかね。
で、こういう感じで縛ってまして、こうやってね、飾ってます。で、これは上のポケットのところにね、アンティークのね、クロムカード。今回ね、これ、お魚を、お魚釣りですね。池か川かで。なんでね、選んでみました。で、あとはこういうエフェメラルですね。こう、切手とか、株券とか。これはね、すごく古い、アンティークのね、新聞のね、切り抜きなんですけどね。このダンディーなおじさまがね、アイスクリームを食べてるというね、だったんで、これを選んでみました。で、こちらね、カトラリーのグラスのページですね。と、あとフレンチリネンのこのカーテンとかフリップページで、後ろにね、かける感じで。で、スプーンのね、チャームをつけたり、こういうのね、つけたりしてますんでね、他にいろいろつけても可愛いと思います。で、またね、レシピとか、とあって、ここはウェディングのね、ウェディングパーティー、外でのなんですかね、このゴージャスなね、お食事風景なんですけど、ここはね、ポケットにしていて、ここにね、すごく可愛くて似合うから、このウェディングのね、ヴィンテージのカードをね、ここに、あしらってみました。これね、ちょっとで、何ですか？メッセージ書かれていたり、ちょっとね、半透明でね、すごく美しい、ヴィンテージのカードですね。で、ここにね、リボンをちょっと飾ってみまして、ここに、こういう感じでね、すごい可愛いですよね。で、こっち側はね、食にまつわるもろもろなエフェメラを入れたり、で、こちら側にもね、ヴィンテージのね、お食事にまつわる辞書ですね。辞書の切り抜き。これね、かわいい。フルーツのね、種類とか、種とか、きゅうりとか。もろもろね、こういう、チョイスして、選んでここにね、飾っています。あとはここにね、手作りのカードまた作ってみましたけど、ね、みんなでね、外でね、ティータイムなんですね。なんで、ここにね、可愛らしいカードをね、作ってみました。で、これがね、最後のね、ポケットの中身ですけど、これはね、またクラスターでね、作ってみたんですけど、今回この可愛い女の子をね、クロージャーみたいな感じで、クラスターにしてまして、あとはね、この味わいのある紙をね、素敵だと思って、かっこいい系の紙をこう集めてね、クラスターにして、ここにこういう感じでしまっています。そしてここにはですね、この可愛らしいというか素敵なね、ヴィンテージのお写真なんですけど、3人でね、ベンチの草原の中で、何ですか、ランチですね。ランチかおやつか食べてるシーンですね。すごい可愛いというか、かっこいいので、ここにね、こう、感じで、挟んで飾ってます。で、ここにね、ピンも予備でこれ挟んでるんでね、また好きなもの挟んだりね、ここに直接ピンで刺したりもしても可愛いと思います。で、後ろのね、このベリーバンドの、ところにはですね、公文書ですね。書体がすごく綺麗だったんで、これをね、選んで、アンティークの公文書を挟んでおります。で、以上がこういう感じでね、本体となるんですけれども、またね、とってもキュートで、前作とね、とても似た姉妹品なんですけれども、素敵な作品となっています。こんな感じですね。とてもふわふわで、こう感じですね。もこもこですね。で、あとはですね、ちょっと一緒にね、入れたかったものとかを、またベッドね、同梱で、こういう感じでね、もう何か作ったりするかもしれないですけど、もろもろを、使いたかったけど入れれなかったものとかを、もろもろですね、また同梱していきたいと思います。では、以上となります。